んながチリチリバラバラになってください。それでボールは3つだけでいきましょう。チリチリバラバラになってください。この面でいいですか。この1面だけでいいです。はい、それで足限定します。足限定します。右利きの人手を挙げてください。はい、はい、左足でやります。左足のインサイドだけでやります。左足のインサイドだけ。左足のインサイドでいいやん。じゃあ、まあ、波動機やりますよ。はい、そしたら、もう絶対2つ。2015年やん。それは今、一発トラッパー。今度のやつです。いくよ、はい。はい、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 とにかく、ツータッチで全部収める。それで打って、トラップがちょっとダブついちゃった。あ、いや、すごいっすね。言い出したら。ダメです。ダメですね。まあ、絶対何があっても、左足のインサイドでトラップする。それでできる人は、方向転換に、今やったみたいにフェイントかましてから出す。左足だけですか？左足だけです。のみです。トラップする。はい、まあ。インサイド。インサイド。アウトサイドでやっちゃった人はもったいないですけども、それではまた来週の時間にお会いしましょう。隣が来たものは中山優馬でした。外のバイバイ。罰ゲームはしていいんですけど、練習したかったら成功させること、ここで練習を継続したかったら、この練習を継続したかったら絶対に成功させることっていうのを意識を持ってやらないと絶対うんこみたいなですね。そういうところを意識してやってみてください。絶対左足のインサイド、これ持ってランクをパスです。ランクをパスです。あれ乱してもいいです。もし自分ちょっと後ろ向いておいてこれでも構いません。もう気づかなきゃダメです。自分の気が今の技だったからな、技って気づかなきゃダメです。あ、俺自分で作るんだろう。だってサッカーフィットサルした時に90度のプレイヤーはいないと思う。180度が精一杯じゃないですか。だけど180度でそれで3で60度になるわけです。これたったこれだけの動きで3で60度取れるわけです。そういうのも意識しながらやってみましょう。 OK、はい、チビット OK。 はい、もう一斉にまずボール3個だけですよ。あ、たった3個です。俺は多分見ないよ。5人外に出ちゃうから、またもう1回行く。